南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらおうやもあえて教慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに砂仏することもうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、御所の1124の経王どのご返事、経王どのご返事ね、経王どのご返事で、経王どのご返事の11241124の前から2、4、6、7行目、7行目の真ん中のところに南無法蓮華経ってありますよね。南無法蓮華経、南無法蓮華経、そこの南無法蓮華経から、次の段落のところまでですね、釈子多毛までですね、南無法蓮華経からね。はい、じゃあ一緒に読みますね。経王どのご返事にのたまわく南無法蓮華経は四死苦のごとし、いかなる病障りをなすべきや、岸母人十羅切女お華経の題目を保つ者を守護すべしと見えたり、幸いは愛禅のごとく、福は毘沙門のごとくなるべし、いかなるところにて遊び戯るともつつがあるべからず、遊行して恐れなきこと、獅子王のごとくなるべし、十羅切女の中にも広大女の死後深かるべきなり、ただしご信心によるべし剣、何度も進まざる人のためには用いることなし。法華経の剣は信心のけなげなる人こそ用いることなれ。鬼に金棒たるべし日蓮が魂を墨に染め流して書きて、僧侶を信じさせたまえ。仏の御心は法華経なり、日蓮が魂は南無法蓮華経に過ぎたるはなし。妙楽曰く憲法恩寿をもって、その命となすと釈子多毛。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。大
いぶですね、涼しくなってきたなと思うんですけど、まだこの暑さがですねぶり返してきたりしてですね、寒暖の差が、激しくてですね、天候のこの移り変わりはもう即座にこの一日の中でもその変わっていくんですけども、この間新聞を読んでましたら、体の方はですね前の日の記憶で、この動いてるらしくて、ですから急に暑くなったり急に寒くなってもですね、その体の反応がですね、一日遅れになっていくそうですので、どうしてもですね体調を崩してしまうということが起きますので、もう朝から晩までね、着たり脱いだりしながら、体調を崩さないようにですね、コロナだけじゃなくてですね、体の抵抗力が弱くなるといろんな病気がですね、この引き起こされてこのしまうということになります。1124の前から7行目1124、112ページじゃないんですよ1124 前から7行目の真ん中に南明法蓮華経ってありますから、そこからね、そういうことでですね、本当にいつも言うことですけど、信心してたら何が起こっても大丈夫だということはなくて、信心してても守らなきゃいけない、注意しなきゃいけないことを注意しないと、いろんなトラブルがですね、生じてしまうということですので、信心は万能薬じゃなくて、予防薬としてきちっとこの大切にこの南明法蓮華経の方にかなう生き方をするようにお互いに努力して、いかなきゃいけないなというふうに思うんですよね。で、私たちが毎日ですねこの朝の勤行の時にですね、この東に向かって、勤行しますよね。書店前陣の、この太陽が東からこの昇ってきますので、まあこの私たちの毎日の生活っていうのはこの太陽を中心にこの生活が成り立っているわけですよね。話はまあちょっと変わるんですけどね、これはもう我々にもねこの覚えやすいようになっててありがたいなと思ってるんですけどね、あの地球儀を見ますとね、地球って傾いてますよね。あれ地球儀ちょっとカッコつけようと思って傾いてんじゃなくて本当に傾いてるんですよ地球はね。ほいでね、まあ僕らみたいなボンクラでも覚えやすいようにね、まあ皆さん方もね子供や孫にちょっと物知りみたいな顔して話してもらいたいんですけどね、 23.4 度この地球が傾いてるんですよね。だからあの地球儀は 23.4 度、そのまあ100均で売ってるような地球儀はダメか分かんないけどその 23.4 度、234ですからね、もう忘れようったって忘れられないようになってるんですよね。うまいこと傾いてくれたなと思うんですけど23.4 度で 23.4 度を傾いててですね、それでこの何千年と回っててもですねその起き上がってこないっていうのがすごいですよね。その傾いたまんまっていうのがすごいですよね。まあ何億万年の間にはちょっとなんか傾きがあるかもしれないですけど、私たちが生きてる間にだいぶ立ち上がってきたなということはないわけですよね。で 23.4 度傾いて、つまりまっすぐコマみたいに回ってない
傾いてるからちょっといびつだからですね、その周りが細いわけですよね、この中心がずれてるからね。それで横にですね、その月がこのあってですね、それで太陽と月の引力でその引き合って、かつ 23.4 度地球が傾いているがためにですね、この1日が24時間でこの地球が回ってるこのわけなんですよね。でもしですね、その 23.4 度の傾きと、それから隣に月がなかったらですね、この地球は8時間で回るそうです。8時間で、8時間で回ったらですね、1日8時間ですから、昼間が4時間、夜が4時間でしょ。会社行ってもすぐ帰ってこなきゃいけないですよね。ちょっと遠くから通勤してる人はもう会社にたどり着かないかわからないですよね。もう帰んなきゃと思ってですね、8時間ですよ。と思うんで、もう、ね、昨日はあんまり寝れなかったとかそんなことはないですよね。もう4時間しかないんですからね。ほいで、そのまあ7歳で1年生になる子供なんかね、あれです、8時間ということは3分の1、3パ24ですから、つまり、3日に21歳21歳で小学校1年生ということになりますよね。で、私今ちょうど70歳ですので、私は210歳ということになるわけですよね。それからもう春夏秋冬のですね、その季節もですね、もう全部その今私たちが生活している生活っていうものはもう成り立たなくて、ひょっとしたらもう人間は生きていけないその状況に、この地球っていうもののこの惑星が存在するということになるわけですよね。ですからこれはですね、そのこの人間がどんだけ研究してもわからない、その偶然の位置かもわからないんですけども、でもこのおかげでですね、要するにその私たちはですね、この今こうやって生きていると、何千年ものこの人間のこの営みというか歴史がこの刻まれているということなんですよね。ただこの地球にこの水があったから、その私たちはこうやって住めるようになったんだというふうに言う人がいますけれども、水なんかあってもなくてもですね、そのこの24時間のサイクルで、春夏秋冬のこのその季節の移り変わりも 23.4 度傾いているがために、その生じているわけなんですよね。だから本当にですね、その人間がわからないことばかりなんですけれども、そういう本当に人間から見ればその奇跡に見えるんですけども、これはただの偶然ではなくしてですね、そのきちっとその道理っていうものに沿って、そのこういうふうにこのなってるんだということなんですよね。だからこう人と人が付き合って、この一緒になって結婚をして、その家庭を持ってっていう、もう自分が奥さんを選んだんだと、奥さんがいや私は旦那を選んだんだっていうふうに思ってるか分かんないんですけども、もうそこには全てですね、縁というものがなかったら、その全てのものはですね、この成り立たないということなんですよね。どんなに付き合ってても、そのお互いに時代が違うところに生まれてきたら、その一緒になるということはもうありえないそのわけですし、縁があればですね、もう本当にこの人大嫌いだという人と一緒になるということもあるわけですよね。なんでこの人と一緒になっちゃったんだろうと思う人と一緒になって、その生活をして、その子供が生まれてっていうこともこの生じてくるわけですよね。だからいろんなこの縁というものがそこに
このあると。簡単に言えばこの全部の命に通ずる縁を、そのつながっている縁というものをこの大聖人様は南無法蓮華経の法だというふうにこの示されているわけなんですよね。ですから南無法蓮華経の 法っていうものとですね、それからこう東に向かってこの初天前人のこの供養するわけですけれども、この初天前人も要するにこの南無法蓮華経と同じ縁というものがそこにあって、そしてその初天前人のこの法というものに私たちが守られてこの行くということなんですね。でその時にこの東に向かって勤行する時にこの観念本をしますよね。観念本、その観念本の中に上位方向に栄護しというところがありますよね。上位方向に栄護し、上位方向に栄護しということは、法華経の信仰をしているがゆえに、要するにこの南無法蓮華経の法にをもって初天前人が守ってくれるということなんですよね。今読んだところにはですね、いかなるところにて遊び戯るとも筒があるべからず、遊行して恐れなきこと獅子王のごとくなるべし、十羅刹女の中にも高大女の守護深かるべきなり、ただしご信心によるべしとですね。ただしご信心によるべしと、いかなるところにて遊び戯るともとは矛盾しますよね。矛盾します。いかなるところに遊び戯るともっつっても、南無法蓮華経の法を忘れて遊びほうけてたら、初天前人は私たちを守るその責任はないということなんですね。だからご信心によるべし、この法華経の行者を初天前人は上位方向に栄護し、昼も夜もなく私たちを守ってくれるけれども、法華経の行者として生きてないこの私たちは、この初天前人は守る責任はないということなんですよね。何のタレベを守らなくちゃっていうんじゃなくて、法華経の行者をこの守るっていうこと、つまり法華経の信仰を初天前人は守る責任があるということなんですよね。でこれも前皆さん方にお話ししたんですけどね、東に向かって勤行するときは輪を叩きませんよね。輪をね、ほんでね、私ね、その小僧の時からずっとね、その上の人からね、その初天前人はね、その悲しみの音色を嫌うから輪を叩かないんだと言われたんですよ。悲しみの音色って別に私がカンカンって叩いてる時別に悲しいなと思わないんだけど、悲しみの音色、諸行無常を感じる音色は好まないんだって言うんです。だけどだんだんその小僧の時からずっとその教えられて、ああそうなんだ、まあ東は叩いちゃいけないんだなと思って、うん、そうなんだと思ってたんだけど、大人になってもですね、こうおかしいなと、なんで書店でじゃ悲しみの音色をその嫌うから叩かないんだと、どう考えてもこの言い伝えはこれ間違っとるなと、そう思ったんですよね。でどう考えても私たちが初天前人、東に向かってその勤行するときにはですね、その初天前人を本尊として拝んでんじゃないんですよね。初天前人を拝んでんじゃないんですよ。初天前人に褒美を捧げるためにその勤行するということですから、法華経のですね、
一番最初の第1話ですね、序本というんですけど、この序本を読みますとですね、その法華経を今から解くぞってその掛け声した時に、その神羅万象の全ての書店全人が集まってくるんですよ。書店全人が全部集まってくるんです。この集合するわけですね。そして書店全人がですね、いついかなる時においてもこの法華経の法華経を信じ行ずる者はですね、必ず私たちは守りますっていう誓いをこの法華経の一番最初に立てるんですね。ということはですね、この上位方向に絵越ということと同じそのことがこの法華経の一番最初に行われているということなんですね。ですから法華経の行者は初天前人に南無法蓮華経の法味をこの捧げる、初天前人に南無法蓮華経の食事をあげて、そして初天前人にその栄養をつけてもらって元気を出して法華経の行者を守ってもらう、自分だけを守ってもらうんじゃなくて全ての法華経の行者をこの初天前人に守ってもらうというそのことなんですね。ですからこの東に向かって勤行するっていうことが、そう不思議なことに勤行の一番最後じゃなくて一番最初に来ますよね。で本来ならご本尊が一番中心なんですから、まず一番中心のご本尊の勤行をして、それでその一番最後に書店前人にその向かって勤行するってならまず話は分かるんですけど、一番最初にご本尊に大目参照して、ご本尊は二の次で一番最初に東に向かって勤行するということはですね、今から南無法蓮華経の法華経の行者、法華経の信仰者がここにおいて南無法蓮華経の信心修行というものをしますよと。だから書店全人もみんな集まってくださいよというふうに、この集合をかける勤行がこの東に向かっての勤行なんですね。東に向かって、まあ東の勤行しなくてもそんな気づかない書店全人はいないと思うけどねだけどその一応ちゃんと書店全人に今からこの南無法蓮華経のね、このご本尊様に向かってその法華経の行者のこの修行っていうものをが始まりますよと、書店全人も、ま、そのちゃんと集合して、その一緒にこの南無法蓮華経の本尊の周りにみんな集合しなさいよというその勤行がその東の勤行なんです。ですね。だけど書店全人を本尊に拝んでるんじゃないと。だから本尊に向かった時には輪を叩くけど、書店全人の勤行は本尊に向かう勤行とは違うから、だから輪は叩かないということなんですよね。だから悲しみの音色を書店全人が嫌うって言ったって、悲しい時ほど書店全人に頑張ってもらわなきゃいけないのに、ね、悲しみの輪だけで書店全人がおじけづいてるようじゃ書店全人の働きはできないんですよねだからその小僧の時に教えられたこと、その、まあ、僕らに言った上の先輩の人たちもわけわかんなくて、ただ、まあ、言い伝えで、昔からの言い伝えで言ってたんでしょうけども、その理由は言わないですよね。理由は、それ以上の理由は言わない。どう考えたってそのこの法華経の教え、法華経を説く順番のこの教えというものからはこの外れとるなというふうに思ってですね、ですから私たちもこの法華経の行者としてその生きようと努力しているものは、この書店全人は全力でその私たちをこの支え、その守ろうというふうにしてるんですけども、私たちが迷ったり方々の心を抱けば、結局書店全人は何も私たちにその力を貸してくれるということはないということなんですよね。
だから法華経の行者として生きるということがもう絶対的にですね、この大切なそのことなんだと。創価学会の人がね、朝忙しいからね、この東の御行だけはしとかなきゃいけないと、守ってもらわなきゃいけないかと。もうご本尊様の御行はもう飛ばしてもね、東の御行だけはしとかなきゃいけないと言うんだけど、それは全然話が違いますよね。ご本尊に向かっての御行がその中心にならなかったら、このダメですよね。でそれから朝だけ東の御行をしますけど、それは朝が初天前人の食事の時間だっていうふうにその経文に説かれてるんですね。だもんで朝だけするんですけど、だけど初天前人は上位方向に囲碁したから、昼も夜もないんだから、だから朝だけ、朝一食だけが初天前人のあれじゃなくて、常に私たちが法華経の行者として生きるということが、それが初天前人への褒美をこの捧げるということですから、まあ朝は朝のその初座の初天前人の御行だけで済ましてますけども、初天前人は東西南北、東だけじゃなくて東西南北、上下、地の底まで全部初天前人はその道理として存在していると、朝だけじゃなくて、ずっとその私たちのですね、このもう昼夜を分け隔てなくその私たちをその見守ってくれていると、もうそれは法道理としてですね、そういう存在なんだということをですね、その改めて、この自覚をして考えて、信心をしてもらいたいなというふうに思うんですよね。話がもう最初から飛びましたけど今読んだところの経土のご返事はですね、文明10年の8月大聖人様が52歳の時に鎌倉のですね、四条金吾さんのこの子供にこの経殿という子供がこのいたんですよね。で子供なのに殿ってこのつけてるということは、そのまあ四条金吾のこの子供さんが、まあ、病気なのか事故なのか分かんないんですけども、その亡くなってしまったんですね。でその亡くなった命に対してその尊敬のこの気持ちを込めて、この大聖人様がそのまあ経王殿というふうにその呼ばれたんじゃないかというふうに思うんですよね。でこの御所はですね、佐渡の一の沢というところで書かれたというふうに言われてるんですけど、実は四条金吾がですね、この子供さんの供養とともにその佐渡に流された大聖人様のところをに訪ねられてるんですね、鎌倉から。で武士は今の時代で言えばサラリーマンですから、だから大聖人様のところに行って帰ってくるって言えばですね、その約1ヶ月その勤めを休まなきゃいけないわけですよね。これは大変なことですよね。大変なことなんですけど、大聖人様にその我が子供の供養をしてもらいたいということと、それからその大聖人様に教えをその請いたいというその気持ちでですね、その厳しいこの道のりをですね、この大聖人様を求めてこの佐渡へこの渡ったわけですよね。まあ男ですから、武士ですから、その刀は持ってるんですけども、もう昔の旅行っていうのは山賊もいれば海賊もいるというような
この状況ですから、ですからどれだけその腕が立ったとしてもですね、その無事に行って帰ってこれるかどうかということはその分からないわけですよね。だけど奥さんは留守を守って、奥さんが旦那さんの背中を押してその大商人のところにその生かしているわけですよね。それでその最初は大商人は塚原の三枚堂だったんですけど、塚原の三枚堂で塚原問答という討論が行われて、そして島の人たちが大商人を尊敬するようになってしまったために、幕府はこの自由にその島の人間と大商人が交流するということはこれは良くないと、幕府が犯罪人と言ったのに、みんながいや日蓮というのは立派な人じゃないかというふうに尊敬するようになってしまったら、その幕府の威信に関わるということで、この佐渡の役人のその屋敷内のそのなんていうんですか、倉庫みたいな納屋みたいな、そういうところにその大商人をその移してですね、そしてその一般の人たちとこの交流するということができないように、この監視体制下にその置いたわけなんですよね。だけど、まあ、四条金吾は武士ですから、別にそれは咎められることなく、まあ、大商人のところに行くことができたわけですよね。で、その何日か滞在をして、そして大商人と共に一緒に生活をして、それで教えを受けて、それでその鎌倉に帰った後にこの手紙をこの大商人様がこの四条金吾に送られたということなんですよね。で今読んだところに有名な日蓮が魂を墨に染め流してかきて騒動を信じさせたまえという御文があるということは、茶道で本格的に書き出された、ご本尊様の最初は辰野口の法難直後なんですけども、その時の本尊はその今私たちが拝んでいるような南無妙法蓮華経の周りにたくさんの仏や菩薩の名前が書いてあるんじゃなくて、南無妙法蓮華経と日蓮と日付と、それから左右の不動明王愛染明王のこのインドの文字でこのこうちょっと長たらしく書いた、その本尊の骨格だけのその本尊がこの辰野口の法難直後に書かれた本尊ですけども、佐渡へ渡ってからは私たちがこの拝んでいる本尊とこの同じような本尊がその書き出されるわけですよね。ですから日蓮が魂を墨に染め流して書きて候ぞということは、その鎌倉からやってきた四条金吾に対してこのご本尊様を書いて渡してるっていうことなんですね。渡してると、つまりこのご本尊様のことを通して日蓮が魂を墨に染め流して書きて候ぞと信じさせたまえというふうに、この本尊をその拝んでいくんですよということなんですよね。だからきっと佐渡に流される直後に書かれたその本尊は、その鎌倉にいた四条金吾に、その鎌倉に大商人がいて佐渡に出発する前に書かれた本尊は当然四条金吾には渡してないということになりますね。日蓮が魂を墨に染め流して書きて候ぞと、この日蓮が魂も日蓮の個人の魂じゃないんですよね。日蓮個人の魂じゃないんです。それから勧行八幡抄という御所があるんですけども、その勧行八幡抄という御所の中にも一切衆生の同一の句はことごとくこれ日蓮一人の句と
申すべしというふうにあって、一切主上の同一の苦ということは死ぬ苦しみということですね。人間の一番の苦しみは死ぬ苦しみ、自分の愛する人たちと別れなければならない、言葉を交わすことも会うこともできなくなってしまう、その死ということの苦しみが誰にも共通したところの、動物や植物に至るまで全部の命に共通したところの、その同一の苦だと言うんですね。同一の苦だと。だけどもその苦しみというものは日蓮一人の苦というふうに自分は受け止めているというふうにこの示されて、つまりこの一番の最大の苦しみというものを乗り越える方というのが南無妙法蓮華経なんだと。だから一切の衆生の同一の苦というものを正しく乗り越える方というものの法というものが南無妙法蓮華経であったならば、日蓮はその苦しみというものをこの南無妙法蓮華経の法によって正しく導いてあげたいというふうにその思っていると。だから日蓮の苦しみというものと一切衆生の苦しみということはその同じ苦しみなんだということをおっしゃってるんですね。だからこれも日蓮個人のその苦しみということではそのないんだと。それから開目章の中に魂魄佐渡にわたりてっていうふうにこのおっしゃってるんですね。この辰の口においてこの日蓮はその一旦殺されたと。その後その魂が佐渡にわたってその今来てるんだという、この魂も日蓮個人の魂じゃなくて一切主上のに共通するところの南無妙法蓮華経の仏の魂、これを日蓮が魂というふうに、日蓮が魂魄というふうにこの示されているわけなんですね。つまりこの魂は南無妙法蓮華経ということなんです。日蓮が魂を墨に染め流して書きて候ぞというのは、日蓮が自分の命に感ずるところの南無妙法蓮華経の仏性をこの本尊の南無妙法蓮華経のこのお題目に書いて示した。だから拝むあなた、あなた方、信ずるあなた方の命にもこの南無妙法蓮華経の魂というものが備わっているんだと。それを見失っちゃいけない、忘れちゃいけないということなんですね。書いてくれたのは日蓮が魂を墨に染め流して書きて候ぞという大聖人様ですけど、拝んでいる私たち、信じている私たちの命にもこの南無妙法蓮華経の命というものが備わってるんだと。それを気づかしてくれる、それを私たちに見出してくれるのがこの南無妙法蓮華経の本尊なんだということなんですね。だから日蓮が魂を墨に染め流して書きて候ぞとですね。だから私たちの魂がこの南無妙法蓮華経の本尊に染め流して書かれてあるというふうに私たちは受け止めて信心していかなきゃいけないということなんですね。仏の御心は法華経なり、日蓮が魂は南無妙法蓮華経に過ぎたるはなし。妙楽いわく、憲本恩寺をもってその命となすと釈したもと。昔からですね、私はくだらないなと思ってるんですけども、仏が偉いか
法が偉いかというその議論がこのあるんですよね。で、仏がいたおかげでその法をその主上に説くことができたじゃないかと。だから仏が偉いんだと、法がその2番目だという人がいるんですね。だけど法があってその法を悟った人間が仏になって、そして自分が悟ったように主上にこの法を自分と同じように悟って成仏してもらいたいというふうに説いたのが、要するにその順番がこの正しいこのあり方なんですね。だからキリスト教のように神がこの世の中を作ったと、仏教では仏がこの世の中を作ったということは言いません。仏はこの世の中の道理を、道理の根本が何かということをこの解き明かしてくれた。法は仏がこの世の中に現れる前からずっとあるということなんです。ね、さっきの 23.4 度の地球の傾きや月の引力があるおかげだとかいうことは、もうもともと備わっているところの、人間がこの世の中に現れる前から備わっているところの道理なんですよね。道理なんです。それまでも神が作ったとか仏が作ったとかいう必要はないわけですよね。道理がまず先にあって、そして道理というものが分かんないで混乱している我々衆生に対して、根本の道理というものはこの南無法蓮華経の方で、全ての命は南無法蓮華経の仏の命が備わっていて、みんな尊いんだと、そこには差別も区別もないんだと、みんなの命があって自分の命がそこに備わってるんだと、みんなの命があるから自分の命があるんだと、全ての命は平等なんだということが示されているのが、この南無法蓮華経の法ということなんですね。だからその法というものがもう前提としてあって、その法を一番に先駆けとして悟ったのが仏、そして自分が悟って仏になったことを手本にして、我々衆生にこの南無法蓮華経の法にかなった生き方をしてもらいたい、道理に逆らうんじゃなくて道理に沿った生き方をすることによって、必ず自分の命に仏の命を見出すことができるからということをこの説いてくれたのが、この仏様なんですね。だから仏の御心は法華経なり、日蓮が魂は南無法蓮華経に過ぎたる話、日蓮が魂は南無法蓮華経を超えるもんじゃないということなんです。日蓮が魂はそのまんま南無法蓮華経なんだということなんですね。だから法があって仏があって、そして主生を導くっていう順番に、この大聖人の教えというものはこの成り立っていると。キリスト教でね、この世の中をね、神が作ったんだって言うんです。天地創造って言うんです。天地創造って言ってるのにね、キリスト教ではね、進化論はね、嘘だって言いますね。それからね、地動説、地球の方が動いてるんだということを言った人間は宗教裁判にかけて
もうたくさんの人が殺されていきましたね。ガリレオなんかも、もう殺されるまで行きませんでしたけども、この随分その犯罪者としてその扱われたんですよね。で今でもこのカソリックって言われるそのキリスト教の中でも古い体質のところは、学校へ行くと子供に進化論を教えるからって学校に行かせないそうですよね。進化論じゃなくて、もういきなり世の中に立派な人間がその神のおぼし召しによって現れたんだということを頑なにその今でもこの信じてるわけですよね。それから奴隷制にしてもキリスト教の神父が、黒人は人間の姿をしてるけども人間じゃないから奴隷としてその扱っていいっていうふうにお墨付きを与えて、その奴隷制っていうものが始まってるわけですよね。それからあのユダヤ教の弾圧、ヒットラーがホロコーストでたくさんの人を、このユダヤ人を殺したっていうふうに言ってますけども、カソリックもプロテスタントもイスラム教もみんな見て見ぬふりをして、そしてその見て見ぬふりをして、ああ何でもないなっていうことを確認したヒットラーがあの人たちをその殺したわけですよね。ユダっていう人がキリストを売ったっていうことで、その民族の憎しみが今もずっと続いて、そういうことが行われてるわけですよね。だから地動説なんかもそうですけども、この世の中を作ったって言いながらどう作ったか分かってないっていうものの中で、たくさんの人がその苦しんで、その中で殺されてったわけですよね。奴隷制もそうですよね。だからある意味科学とか医学の発展はキリスト教の教えとの戦いでその歴史を刻んできたということが言えるわけなんですよね。だから土台、誰かがこの世の中を作ったということは無理があるし嘘があるということになります。誰が作ったもんでもない。すべての命のつながりによってこの地球の傾きも、月が隣にあるのも、太陽がそこに存在しているもの、すべての命のつながりによって私たちの命というものの存在が出来上がっているということなんですね。だから仏は私がこの世の中を作ったんだということは言わないわけです。この世の中の道理というものに迷っちゃいけないと。この世の中の道理というものは科学とか医学とかそういうものが発展しなければ解明できないというんじゃなくて、その根本は全て命なんだということをこの南無妙法蓮華経の方によって表されたということなんですね。だから私たちは男女の差別であるとか、それからジェンダーと言われるこの男の人か女の人か、その遺伝子的にわからないという人の存在であるとか、それ事実ですから。ですからそこに差別の心を持つんじゃなくて、そのことも私たちは認めて生きていかなきゃいけないということなんですね。自分たちの好みによってその人たちを排除するということは、それはあってはならないということが言えるわけなんですよね。だからここに書いてある、日蓮が魂を墨に染め流して、かきて候と信じさせたまえ、仏の御心は法華経なり、日蓮が魂は南無妙法蓮華経に過ぎたる話。南無妙法蓮華経を超えるもんじゃないと。日蓮が魂は南無妙法蓮華経に過ぎたる話っていうことは、私たちの命も南無妙法蓮華経に過ぎたるはなしということですよね。だからまず南無妙法蓮華経の
全ての諸法の中心であるところの実相の南無法蓮華経の法というものを根本において、どんな命にも素晴らしいところもあれば醜いところもあるし、プラスな面もあればマイナスな面もあるけれども、全ての命がこのつながって私たちの命というものの営みというものがあるんだということを説かれているところの、この南無法蓮華経のこの信心というものをですね、この大切にこのしてってもらいたいと。その道理にかなった生き方をするということが、この法華経の行者の生き方なんだということをですね、このよくこのもう耳にタコができているような、日蓮が魂を墨に染め流して書きて候ろうとというこの言葉を通して、そのことを絶対に見失わない信心をしてってもらいたいというふうに思うんですね。